はい、今回は、真夏のオープンカーはヤバそう。今日は、4月の、12日、沖縄県の気温は、今28度です。で、すごい快晴なので、めちゃくちゃ暑いです。今僕、半袖短パンなんですけど、足までもう日差しが入ってきてて、今、ここ、閉めてるんですけど、さっきまでは普通に窓も開けて、爽快なっていうか、ドライブを楽しんでいたんですけど、ちょっとあまりにも暑くて、暑すぎて、今もうこれを閉めてエアコンをつけてます。冷房をつけてます。まだ28度なんですけどね。もう28度の段階でこんなですから、30度超えてきたら相当きついんじゃないかなっていうふうには思っています。で、僕はこの車を購入したのが、昨年の10月だったので、まあ、ちょうどいいぐらいの時期でした。冬も普通に沖縄県は15度から20度前後まではあるので、本当にすごい快適に超気持ちよく、運転できていました。なので真夏の沖縄をまだここモコペンで経験をしていないです。まあ、このチャンネルのにいただいているコメントで、沖縄県でコペに乗られている方にお聞きすると、やっぱりその冬が一番いいと。沖縄県といえば真夏の沖縄は逆にオープンにもうしないで閉めてエアコンマックスが一般的だみたいな、コメントをいただいてるんですけど、まあ、それがちょっと分かる気がします。29度になってます。29度の快晴で日差しが強いとめちゃくちゃ暑いっすね。 でもやっぱりオープンカーの爽快感ってあるんで、まあ、この暑さが嫌じゃない、まあ、沖縄県に旅行に来られた方なんかはお分かりいただけると思うんですけど、都会の、コンクリートジャングルの暑さと、やっぱ沖縄県暑くてもなんかもうリゾート感っていうか許せる暑さみたいな感じはあるじゃないですか。まあ、そういう感じで、まあ、嫌ではないですけどね。嫌ではないけどめちゃくちゃ暑いんで、これ多分女性とかだったら嫌でしょうねっていうぐらいすごい日差しが暑いです。まあ、じゃあこのニット取れよっていう話になるんですけど、まあ、髪は伸ばしっぱなしでボッサボサなので、まあ、ニットは被ってるんですけど、とにかく暑い。沖縄県はもうすぐ近くのビーチも、先週末に海開きしましたし、どんどんもう多分4月中今月中にもうどんどんほぼ全ての海が海開きしていくと思います。まあ、そんぐらい暑いんですけど、まあ、これはちょっと真夏の沖縄は逆に楽しみですね。はい、今回はそんな話でした。